配信者ばっかリスナー呼んでるよ。リスナーすげえ来たの知らねえだろ。一味リスナー超来てたよ。言っとくけど、カウンター席は全員リスナーだから。まず満席状態でカウンター席は配信者いないからね。リスナーだからね、全部。だから半分がリスナーだよ。半分から3分の1がリスナー。シャンパン入れてくれたよ、いっぱい、ライブいらっしゃい、いっぱい入れてくれた。じゃあ10本ぐらい、俺人と喋るの好きだからね、基本的にね。酒が作れない。ステッカーも配った。ステッカーと、一言メッセージみたいなの書くんだけど、例えば、ウニ様、ユイガって名前書いて、今日はご来店ありがとうございます。また会う日までとか書いて、それをこういう紙のケースに入れて、ステッカーをその中に入れて渡すっていう。それは全員渡した。全員。全お客さんに渡した。来てないリスナーか、来たいリスナーさんでもらってない人いない。みんなメッセージは違うし、MG さん、スイッチ何時やった。何してるねんて、セルシャンピンか。まああそこ仲いいからな、疲れたな。っていうかさ、ちょみんなに頼みがあるんだけど、みんなに頼みがあるんだよ。頼みが、ちょ頼みがある。ここにいる1200人の方たちに頼みが一つだけある。あのアイコにリスワン取らせないでよ。アイコにリスワン取らせないで。今日ムカつくから、アイコにリスワン今日取らせないで。そりゃそうだろう。リカピーのこと散々ディスってさ、散々ディスっといて、それでリスワンってふざけてんだろ。他誰でもいいからさ。誰か2位の人とか3位の人見て、2位の人か、アイコは見ないで、絶対見ないで、2位か3位、シーズンの増え、あんなアイコなんかブロックしてよ、マジで。俺もブロックしたし、昨日撮ってない、昨日撮ってないんじゃないの。昨日って誰、昨日アイコ撮ってんの、リスマン。マジで昨日撮ったの。あれで違うよ、15日今日だもん。あ、違う、15日昨日か。
15日昨日か、昨日取られてんだ。クソ、気分悪いな、なんかな。マジで気分悪くね。スワンのためにやった、あいつ。昨日の時間帯的にリスワンのためにやった、あいつ。だってアイコが来たの11時くらいでしょ、11時ちょっと過ぎ。時間帯的にあれまだてっぺん回ってないもんね、問題起こった時って。俺時計見てるから知ってるけど、だから俺にリカピーディスした。リスワンかかってたから待ってよ。昨日ニートの差どれくらいあったの。そうだ、リナネコが14,420、アイコ11,709。間違いないだろこれ。1,300差。そういう許せねえな、マジ。それ考えると昨日リスナー撮ってるってあの時間帯でしょ。全然リスナーなんか気にしなかったよ。お金1万円だよ。称号でしょ、称号が欲しいんでしょ。称号が、ねえねえみんな、愛子の放送を見てた人は知ってると思うけど、俺営業中に愛子から電話が来たんだよ。なんて電話が来たと思う。あっちが放送中なのか放送外なのか知らないけど、俺が YouTuber の一日延長を昨日やってる時、愛子が来る前に電話来たんだよ俺。 LINE だけど、
LINE の通話が来たの。ゆいが店って一日店長の時って、ゆいがの一日店長の時って放送って1時間しかできないの、基本的には1時間ですけどね、ボックス席のソファーのところが空いてるんだったら放送はできますよ、なんで1時間しかできないのよ、1時間しかできないんだったら行く意味ないじゃない、だったら行かないからって愛子言ったんだ。こういうことか。放送だけ回せばいいから、リスワン取るために。完全だろこれ。聞いてた？リスワンのためだからリカピーのこと言ったのか。売られたんだリカピーも俺も。簡単に言うとそういうことでしょ。リカピーのことも俺のことも愛子はリスワンのために売ったってことでしょ。だって俺らの関係壊してもいいと思ったんだから。いい度胸してんじゃん。いい度胸してんじゃん。サイトな、ここクソ配信者とクソ配信サイトだ。違うな、クソ配信者が集まるサイトだな。あやこは寿司を食べたこと、あいつバカだから俺におごってって言ったからな、寿司を。なんで一日店長の俺がね、どこぞのババアにおごんなくちゃいけねえんだ。どう思わない？手伝いらっしゃい。しかもその時は都合よく、配信お寿司をおごってよ、ね、リカピーも食べたいよね、ねえリカピーね、お寿司をおごってよって言ってたから俺に。リサのために何でもする気がしないよ。利用したんだこのボクちゃんを。いい度胸してるね。ツイッターするやばい。
追求するやばいでしょ。やばすぎでしょ。入院したら病院に見える。いやー終わってるね。そうなんだ。分かってきた。ちょっとだけムカついちゃったな、僕な。そうなんだ。タバちゃん。